はい、どうも皆さんこんにちは、ウプヌシでございます。紹介したい車両ね、 N ゲージのね2車両目になります。今回は EF510-301 号機、今回は普通のね貨物型の方を紹介していきたいと思います。じゃあ早速横から見ていきましょうかね。はい、横はこんな風になっておりまして、ここにですねレッドサンダーのねロゴが入っております。でここに赤いプレート、車番のプレート見えますけど、これは別パーツでしっかりと再現されておりました。ランナーパーツで入っております。で台車周りのねモールドもねとても綺麗だなと思います。はい、お顔はねこんな感じでございます。この車両もともとはですね、アーノルドカプラーと言いまして、 N ゲージとかね規格共通のカプラーになっておりますけど、カプラーだけ1エンド側のねカプラーのみ交換してあります。なぜかというと、個人的に10連運転をしたいのでね、もう1両購入してというわけで、つなぎやすくというか見た目向上ということで、付属の TN カプラーに交換してあります。で前のね車番プレートもこの銀色のですね、ちょっと見づらいですけど、これもねランナーで別パーツで入っております。でちょっと屋根の部分ね、信号円管とホイッスルがねまだついてないのですが、まあそのうちつけようかなと。あと手すりもないですけど、ね、そのうち暇を見てつけようかなというふうに思っております。はい、パンタグラフもね当然はいここにあります。でちゃんと上下もします。ちょっと壊したくないので動かしませんけど、ということでですね、まあ外観はまあさっとこんな感じですね。あ、アーノルドカプラーだけお見せしましょうか。はい、アーノルドカプラーは、はい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 、このねこの黒いやつですね、これがアーノルドカプラーになります。ということで、ほんの短い、本当10秒くらいの動画ですけど、走行をちょっと見ていただければなと思います。と、呼気をね2両と国鉄の貨車2両を引いております。どうぞご覧ください。はい、ということでね、走行の動画お楽しみいただけたでしょうか。以上でですね、EF510-301号機の紹介を終わりたいと思います。貨車のね、紹介も一応したいなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。と。それではまた。